ありがとうございました。で、実際にまあこれまでも動画の中でお話ししてた通り、まあ、しっかりとその仕組みを作って、うん、で、その外注のライターさんとコミュニケーションを図りながらやっていけばしっかりとやっていけますんで、でそれで安定みたいな話も今日ありましたけども、できる限りその収入を自分の生活を回していくだけの本業の収入もありつつ、こっちの収入もありつつみたいな風に作っていって、で時代はどんどん変化していくんで、やることも変化していくんで、でその基礎ネットビジネス力の一つといえるアフィリエイトっていうところを身につけて、うん、でこれから激戦の世を戦っていけばいいんじゃないかと。これが激戦になってきますからね。はい、まあ、とりあえずですね、アフィリエイトって本当にネットビジネスのあやさんが言った通り、基礎というかね、アクセスを集める、そして広告収入を得るっていう、これ結構本当にネットビジネスの一番最初の原型とも言われてもいいんじゃないかなって。まあメジャーになったのがアフィリエイトじゃないですか。そうですよね、うん、だからこれを極めるっていうのはまあ本当に基礎だと思いますし、僕が教えてるのは自分で商品作って売っていくっていうのは、ちょっとこれ中級上級にやっぱなってきちゃう部分があるんで、まあここマスターすれば、うん、まあここだけでもまあ食っていけるし、まあそれを今あやさんがやってるようにコンテンツ販売していくっていうこともできますし、まあ、それはお任せしますけど、これだけでもね300、400あやさん言ってるわけですから、うん、頑張ってほしいなと思います。そうですね、はい、うん、はい、でしっかりとサポートもさせていただきますので、わ、うん、はい、からないことがあったら、うん、すぐにというか、まずは自分で調べて、はい、検索し Google 先生に聞いて、はい、Google エンジンを使って、はい、でそれでもできない場合、うん、あやエンジンを使って、あやエンジンねアヤエンジンがオーバーヒートすることはないんですか？大丈夫ですか？今までしてないんで、はい、おそらく大丈夫だと思います。はい、まあ、オーバーヒートしそうになったら僕のエンジン使っていただいて一緒にオーバーヒートしましょう、はい、まあ、これ挨拶最初に入れればよかったですね。最初に挨拶を入れて、はい、いやだってここまで見てる人少なくないですか？あ、まあ、まあいいか。いや、それいい感じで編集作業、いい感じいい感じ、最後の編集作業です。あ、そうですね、はいはい、途端に嫌そうな声になっちゃうねはい、ということで終わりたいと思います。じゃあ頑張っていきましょう。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。どうも、はい、こちらですね、ファミコン言いようですよ動画でございます。まあ、さっきね、あやさんとちょっと撮影しましょうよって言ったら、吉田さんこれファミコンやりませんみたいなファミコンね50分ぐらいやってましたねそんなやりました？あ、やってました。だってこれ切りましたもん。30分枠回してたんですよ、ずっと。で30分枠1回切れて、で多分他の20分ぐらいやって、こう50分ぐらいやりました。これすごくないですか？これファミコンミニ、そう、これね面白かったっすね、あやさん。面白かったっす、ね、いやこれマジでやばいっすよこれね。でこっからどうスイッチしようかな、要はね今 のゲームってすごいと思うんですよ。僕あんま今ゲームやってないんで分かんないんですけど、なんかねこっちの方が面白いんじゃないみたいな。あやさんな何年生まれですか？1975、82、うん、僕、スーパーファミコンって何歳の時ですか？スーパーファミコンは高校ですね。あ、高校ですか。僕スーパーファミコン高校、僕スーパーファミコン小学校、
小学校だったな、小学校、はい、4年ぐらいですかね。小学校多分3年か、小学校3年ぐらいの時にスーファミになりました。うん、僕が小3の時、うん、あ、これですか、ファミコン。あー、だスーファミが出る前まではそのフロ、ファミコンのこのガチャンってつけて、この下にフロッピーありませんでした、あれ、はい、ディスクシステム新しいディスクシステムみたいな、拡張機能みたいなありましたねこれ夫婦したくないですか、これなんかね、これあれなんですよ、夫婦できないですよ、夫婦したくないですか、全部入ってますからね、そうソフトが。いや、これどうですか、やっぱアナログとデジタル、これね HDM 端子なんですよ、これやばないですかファミコンに HDM 端子ってどういうことやねんみたいな、 HDM 端子ですよ、これやべえなこれもう開けたくて、ここてかこれやりたいですね、ガッチャンコ夫婦やってましたよね、これめっちゃやってましたからね、夫婦でちょっとね、ちょっとこうガチャンってちょっとキュッとちょっと上げるんですよ、あのガチャンってやりすぎるとダメなんですよね、ちょっとこう夫婦やって夫婦やってカッてやって、ちょっとピンってやるんですよね、ピンってでプッてちょっと合う場所あるじゃないですか、ちょうどなんか入れすぎてもダメな場合あるじゃないですか、入れすぎてもちょっとピッてでちょっとなんかこうなんだよ、なんか母ちゃんとかが通ってバンって当たってゲーンみたいな、わかります、あなんかビーンって固まる、なんかセーブ機能とかないじゃないですか、確かうマジかみたいなメーンって画面が、マイクあるんですか、あマイクね、これあマイク、あマイク、マイク遊んでましたね、これね、これなマイクって何でマイク遊んでました、なんかこれゲーム機能、これ裏な何のためにマイクつけたんですか、これ分かんないです、でもあのなんだっけ、たけしの挑戦状とかありました、ああなんか遊んでた、なんか使わないけどフーフーしてましたね、うん、ね、いやこれファミリーコンピューターいいですよ、僕買おうと思いましたもん、これめっちゃ面白いですね、これだから一人でやるとちょっと寂しいかもしれないですけど、なんかそのあのなんかね、その僕の友達多分平成いないかな、平成いるか、お客さんに、まあ、ほとんど昭和生まれなんで、これ盛り上がると思いますよ、昭和生まれの人は、これ、うん、そうっすね、昭和生まれの人絶対盛り上がりますよね、はい、てかね、これに入っ、そうこれに入ってるファミコンがもう懐かしいやつ、結構セレクトが、ただドッジボール入れてほしかったな、ドッジボールやりたいですね、ドッジボール超面白いですよ、うん、クニオくんのドッジボール、もうずっとやってましたよ、あれ友達、あれね、友達ん家でちょうどやりましたよね、あのなんかね、本当にね、ピューンっていくやつだったりとか、ウィーンっていくやつだったりとか、なんかブワーンっていくやつだったりとか、めっちゃあるんですよね、あれめっちゃありますよね、なんかしかじゃスローもあるさ、ウィーン、ありましたスローも、でも当たったら、そう当たってボーンみたいな、すごい吹っ飛ばされる、あれ面白くなかったですか、クニオくんの、あクニオくんは神でしたね。国尾くん入ってるんですけどね、国尾くん入ってる、そう喧嘩のやつ入ってるんですよ、ドッジボールは入れてほしかったな、うん、あドッジボールあれやりたいですね、あれはめちゃめちゃ面白い、ドッジボールやばいですね、あれあとテニスも面白かったんですよ、テニス何のテニスですか、ファミリーテニス、あファミリーテニス、ファミリーテニスやったかな、やってなかったですか、どういうやつ、なんかいろいろあったじゃないですか、あ普通のですよ、コナミのですか、テニスナムコ、ナムコか、ナムコか、上と下の、おお、はい、なんか画面見れば分かるかもしれないです、うん、いや懐かしいですね、マッケンローとかの時代です、マッケンロー、うん、これちょっとベッドすればいいですはいですか、テニスにベッドすればいいテニスまあ多分この動画公開するのはまあ販売終わってからかな、どうしようかな、だって明日で終了だからな、これはちょっと公開、まあホームビデオですね、ホームビデオでホームビデオ率が高いホームビデオでもホームビデオ、ホームビデオにしときます、ホームビデオ、あのホームビデオね結構あれ再生していただきましたから
ホームビデオにしよう。ノンアル飲んで。そう、ノンアル、ノンアルもホームビデオだよ。ノンアルはあれば、タイトルはノンアル気分でしたね。はい。いやでもまさかあやさんとファミコンで熱狂するとは思わない。一応撮ってあるんで V、 そこ編集しますよ。だから僕もちょっと撮りながら、そう、前編ちょっと編集してこれに行きますよ。そう、ホームビデオ、ただのホームビデオ2にしましょう。そう、なるほどね。そう、あと何分だこれ。これいいっすよね、はあ、うん、あれ、あのセガやんなかったですか。セガメガドライブとか。あ、メガドライブ僕やんなかったですね。やんなかったですか。メガドライブ派でした。なんか友達がメガドライブ買ったっつって遊びに行ってましたね、はい、あのこのくるくる回るやつですよね、メガドライブって。なんかあの、あ、代表的なやつがこうぐるるっと回るやつですよね。ソニック、ソニックあれはメガドライブのこのちっちゃいやつが、うん、なんか9月ぐらいに出るらしいです、あの YouTube の CM。 あ、マジですか。あ、これでもめっちゃ売れたんですよね、転売で。なんかあ、出てましたね。なんかすげえ売れる商品っつって、うん、品切れでみたいな。でスーファミのも出たんですよね。あ、出たんですか。ちっちゃいタイプの。あ、マジですか。もう国尾くんで出してほしいな。国尾くんシリーズファミコン出してほしくないですか、うん、全部の国尾くんシリーズ。国尾くんやりたいですね。国尾くんのね、ドッジボールちょっとやりたいですね。やりたくなってきたな。いや僕ね、一番燃えたのが多分ねドッジボールなんですよ。多分一番やったのドッジボールじゃないかな。へ、じゃあその仲間とですよ、一人でじゃなくて。どっか友達ん家行ったら、はい、なんか熱狂してやってたのがドッジボールかなっていう。スーファミは、いやスーファミはマリカですね。ああ、そうなんですか。マリオカートとスト2ですね。ああ、もうスト2はもうここ指の皮むけまくりましたね、はい、スト2僕も相当やりましたね。やりました、はい、ここむけました。昇竜拳とかやった。抜けたかもしれないですね。昇竜拳ここ向けてましたね。僕はチュンリーでした。マジですか、はい、え、百裂拳ですか。百裂拳、いや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 って足のやつですよね。あのドスコイが、このドスコイがこれが百裂拳の百裂キックか。キックの方ですよね。キック。あ、なんだっけ、なんだ、なんとなんみたいな。あ、そうなんとかなんみたいな。じゃ発音合ってますね。なんとかなんみたいな。わかります。なんでしたっけあれ。スピンバードキックだ。ああ、スピンバードキック。すげえ、ちゃんと覚えてるじゃん。スピンバードキックですね、多分、はい、スピンバードキックみたいな、そう。懐かしい。いや僕もスト2結構やりましたもん。で友達が、ザンゲーフ使いがいてめっちゃ吸い込まれるんですよ、パイルドライバーちょっと寄ってったらすぐ吸い込まれるんですよ、はいはい、うおーって。なるほどね。ザンゲフ使い、ザンゲフ使い、もう吸い込むなよっつって。いや結構ザンゲフ使うやつ結構マニアックっすね。マニアック。だいぶマニアック。僕なんだったっけな、僕多分あのソニックブームだったと思います。ガイルソニックブームだ。あのこの後なんかこうブイーンってくるんじゃないですか、なんか急、ああ、はい、サマーソルト、サマーソルトサマーソルト。いや、やばいですねこれ。やばい、やりたい。スト2やりたいですね。ちょっとやっぱねこれやばいですね。完全ホームビデオなんですけど。いやこれについてこれる人はまあ同年代ですよね、昭和。いやでもあやさん44でしょ、僕30、今年で44ですか、はい、で僕37だから7年離れてるっていうか、7年離れてて結構あれですね。じゃあファミコンとかスーファミの時代が全盛期がやっぱ長かったんですね。まあそうですね。だって7年って、うん、小学校1年だと中1ってことですもんね。そうですね、だいぶ離れてますよね。だからあのスーファミの時が高1だから、うんうん、高1の小3って言いましたっけ。僕小3ぐらいですね多分。そんぐらいですよね、うん、6個7個ぐらい、うん、うん、そっか。じゃあそのスト2の時は小学校の高学年、僕小学校高学年5、6年の時ちょうどですよ。もうほんと小学校5、6年の時にみんなで家でやってましたね、マリカと。高校の時ですね。あ、でも高校っつったらもう物心ついてる時にスト2っすか。はい、物心、思春期の時にスト2、思春期の時にあのスト2、
学校に持ってきてましたよ。スト2を、はい、スーファミ持ってるやつが。マジですか、はい、スーファミを学校に持ってきて。持ってって視聴覚室で。どこにテレビあんだろう、視聴覚室で。視聴覚室でやってました。トーナメントやってました。あ、視聴覚室ありましたね。はい、黒板に、はい、そのトーナメントから、はい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 、で5、6人で、はい、でやってて、まあ、高校生ですからね、はい、でトーナメントすぐ終わっちゃうから、はい、リーグ戦の。いやーでもね、あの時がね一番楽しかったですよ多分。あー本当、あの衝撃的でしたよね、あのスト2とか出た時とか超楽しかったですよね、うん、楽しかった。あとプロレスもやってましたよ。何なんですか。ヒューマンプロレスかな。ヒューマンプロレスは、ね、あったんですか。ヒューマンっていうメーカーの、はいはい、わかんないですか。え、スーファミですかそれ。スーファミ、プロレス、うん、プロレスっすか、スーファミで、はい、いや僕多分それないですね。そうですか、はい、それもハマってたんですか。多分高校生だって小学生だもん僕、はい、小学生でプロレスってあんま概念ないっすよ多分。あ、そうっすか、うん、そっか、なんか、うん、プロレスやってましたね、うん、僕卓球やってたんで小学校ぐらいまでファミコンやってて、中学校もほとんどやってなかったんで、あ、多分その本当マリオカートとスト2ここら辺ですね。あ、うん、僕もっていうか持ってなかったんですよ自分では、スーファミとか。マジですか。ファミコンは持ってたんですけど、うん、で、高校の時にはもうそういうゲームとかあんまりやんなかったんで、でも学校行ったらやってましたよね。その学校に視聴覚室で友達持ってきて、はい、で何だったらもう自分の教室の自分の机あるじゃないですか、はい、あそこにいつもスーファミ入ってます。え、ちょっと待って、教科書じゃなくてスーファミ。そう、ちょっとファンキーですね。え、ちょっとスーファミ入ってんすか、教科書じゃなくて。それなかなか面白いですね。で授業中とかやってますよ、はい、普通に授業中、授業があって視聴覚室が空いてる時に、はい、視聴覚室に行ってサボってやってました。あ、僕が中学校の時はあれが全盛期でした。中学校か、ちっちゃいテトリス流行ったの覚えてます。あ、はい、あれっていつの時ですか。このこういうちっちゃい テトリスってキーホルダーで。あー、その時はもう大学とかですか。そうですね、高校出てますよね。出てますよね、はい、僕はちっちゃいこのやつは中学校の時に、はい、スーファミは入れなかったんですけど。ちっちゃいやつって何ですか。なんかちっちゃいキーホルダーで、あー、はいはいはい、こうやって1000円ぐらいで買えるやつ。そう、あれがめっちゃ流行ったんですよ。で、まあ、学校に持っていけるじゃないですか、はい、だからずっとそれみんなでやってるみたいな。もう多分それ普通に大人になってますよ、20歳ぐらいとかですよね。7年離れてるから、はい。いやでもスーファミ入ってるってなかなかファンキーっすね。それでいつもスト2やってましたから、スト2とそのヒューマンプロレス。なんかこうやって組むんですよ、こうやって、はい、ガシって組んで、はい、なんか膝がカクンって下がるんです。カクンって、カクンがあるんですね。カクンって下がった時に、はい、なんかコマンド入れるんですよ、技の。あ、下がった時に今入れられるとかって。でそのタイミングが、はい、対戦とかしてたらタイミングがいい方の、はい、いい方が技をかけられるっていう。めっちゃなんか微妙な差で技がかけられないとかもあるんですよ、その、はい、相手の方がタイミングいけてたら、はい、そういう勝負です。そうですよ。まあこれ見てる方でね、ヒューマン知ってるよっていう方はそれそれみたいになるかもしれないですけど、うん、僕はちょっとプロレースはやってないですね。やってなかったですか。あ、やってないですね。残念。新日いや、だって7年離れてますからね、うん、7年。でも僕プロレス、だって僕プロレスを知ったのが中学校の時の中2ぐらいの時の中1か、ギルガメッシュナイト終わってからの2時か3時にプロレス番組があって、はい、それでプロレス、あ、結構面白いなみたいな。あ、でだから中学校ですよ。小学校は知らないですよ。小学校の時も見てましたよ。あ、マジですか、プロレス。お、はい、なんか、うん、じゃあ小学校ギルガメですか。小学校の時ギルガメはないですよ。あれないですか。ギルガメはだってもう、はい、
そうですね、高校出てましたね。あ、え、あやさん高校ぐらいのギルガメッシュナイト？いや、高校の時はまだやってないですね。あ、マジっすか。はい、高校出たくらいですね、多分。そう、飯島愛、ね、そうですね、そう、ギルガメッシュ、うん、で伝説ですよ、うん、そうそうそう、いや懐かしいだ、これでホーム思い出話ですかね。ただただただの思い出話にしましょうか。ホームビデオっていうか、ただただの思い出話っていうただの思い出話って、あ、これいいな、ただの思い出話っていうタイトルにします。あの、すみません、これストーリー D に入れますけど。あ、入れる、あ、入れちゃいますね、入れちゃいます。まあ、あの、商品販売終わってるけど、ま、全くな、その商品のこと言わないみたいなただの思い出話みたいな。悩んで学校の時の、はい、学校生活の、そうそうそう、主にゲームの、そうそう、なんかプロモーションまた始め売るのかなみたいな、思い出話しか言わないみたいな終了まあ多分この動画公開する頃にはまあまあ、あの、商品も本当販売終わってるんで、てか、まあ、あの、終わってますから、あの、ライブしたんですよ。だからライブしたんでもいいかなって、なんかあやさんもういいんじゃないですかみたいな寒かったっていうのもありますけど、だからそのライブ後のそのなんか編集後期じゃなくて、そんな感じですね。ライブ後の余談みたいな。なるほど。思い出話。ストーリー D って、はい、何なんですか、そもそも。で、あなたあなたの、あの、夢を、あなたのストーリー、夢を叶いましょうみたいな。ああ、なんか、そういうことですか。そう、ドリームの D です。ああ、あなたの夢を叶いましょうっていう意味でストーリー D にしました。なるほど。僕ドリームアカデミアじゃないですか。はい。ストーリーってなんだろうなと思って、はい、何も言わずにここまで来ました。あ、そうなんですか。いや、あの、あやさん の、 あの、送っていただいた動画でストーリー D をご覧の皆さんって言っていただいたの、あれありがたかったです。あの、なんか商品説明の時に、あ、はいはいはい、ストーリー D をご覧、あの、アルサイヨマガジンストーリー D って言っていただいたじゃないですか。確か言っていただいてるんですよ、はい、ああ言ってくれてありがとうみたいな感じで、よかったと思いましたけど。まあ、このシリーズはね、結構全部一応編集してないの多分ないと思うんですよ、ストーリー D は。もうさすがにね、もう編集疲れましたね、僕。もう、もうボタン押してそのままアップしたい。やっぱね、あれね、凝り出すとキリがないし、うん、キリなくないですか。キリない。だからエフェクトもめっちゃあるから、うん、で、エフェクトも何重にかますとまた変わってくるじゃないですか。うん、だからもう切りないですよ、あれやりだすと。あと、そうそうそう、ツーアングルで、あと BGM とかも全部凝り出すと切りないです、マジで。だからもう iPhone のノー編集が一番最強です。まあ一眼もノー編集楽ですよ。だからカメラ変わってるだけなんで、逆に一眼の方が SD カードで結構早くパソコンに取り込めるんで、まあどっちでもノー編集が一番ベストです。はい、今何分だ。あ、このあとまた、あの、あやさんとご飯を食べに、あの、何でしたっけ、学校でしたっけ、なんかあった、ありましたね、学校。学校へ行こう。あ、学校へ行こう。学校へ行こう。学校、学校へ行こうってテレビ番組ありましたね。V6。V6 の、はい。あれ終わっちゃいましたね。俺、僕ね、学校へ行こうの、はい、学校へ行こうの軟式グローブさんめっちゃ好きだったんですよ。あ、僕も好きですよ、ね。あ、知ってました、知ってます、パークマンサー。パークマンサー。軟式グローブさんもうめちゃめちゃツボで、アホだな、ザ・アホだな。まあ、で、あやさんグローブ好きっすもんね、そ、あの、あ、本家も、はい、ね、軟式グローブマジでね、すごく面白い。あれは面白い。あれやばかったですよね、神でしたよね、あれすげえの出てきた。それがどうしてアホだよアホだよみたいな。あ、そう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 。で、その軟式グローブのパークさんが今 YouTube やってるのが、 なんかやってましたよね。やってますよね。10年ぶりか分かんないですけど、それなんかやってましたね。あれは伝説でしたよ。あれすげえ人出てきたな。で、あれですもんね、共演しましたもんね、結局グローブと、ね、グローブとマジで共演しましたもんね。してました、してました。すげえなみたいな。たあれですよ、確か結婚式ですよ。あ、マジですか。小室と恵子の結婚式に出てた気がしますね。はいはい、軟式グローブ。
いや軟式グローブもうほんと思い出話しかしてねえな。そうなんかこの近くに学校行こうなんかここのマンションが全然分かんなくて一周二周回ってたんですよ。で回ってた時になんかあやさんが「おこれなんすか?」みたいな「お面白そうですね」みたいな「なんかちょっと行ってみます学校行こう」みたいな。まあ多分ねまあこれどう終わればいいですかね。あじゃあもうこれ多分もう商品販売終了してるんで最後あやさんからなんかお申し込みしていただいた方になんかメッセージあれば。ここその手でこれからですけど、はい、もう、うん、お申し込みしていただきありがとうございます手でそうですね、はい、もう決済入ったという前提でいきましょう。はい、はいまあ何名くらいでしょうかね、はい、十数名ぐらい多分まあそんぐらいになると思いますけど10名20名ぐらいはい、はい、ありがとうございました。で実際にまあこれまでも動画の中でお話ししてた通りまあしっかりとその仕組みを作って、うん、で、その外注のライターさんとコミュニケーションを図りながらやっていけばしっかりとやっていけますんで、でそれで安定みたいな話も今日ありましたけども、できる限りその収入を自分の生活を回していくだけの本業の収入もありつつこっちの収入もありつつみたいな風に作っていって、で時代はどんどん変化していくんでやることも変化していくんで、でその基礎ネットビジネス力の一つといえるアフィリエイトっていうところを身につけて、うん、でこれから激戦の世を戦っていけばいいんじゃないかと。これから激戦になってきますからね。はい、まあとりあえずですね、うん、アフィリエイトって本当にネットビジネスのあやさんが言った通り基礎というかね、うん、アクセスを集める、そして広告収入を得るっていう、これ結構本当にネットビジネスの一番最初の原型とも言われてもいいんじゃないかなって。まあメジャーになったのがアフリートじゃないですか。そうですよね、うん、だからこれを極めるっていうのはまあ本当に基礎だと思いますし、僕が教えてるのは自分で商品作って売っていくっていうのはちょっとこれ中級上級にやっぱなってきちゃう部分があるんで、まあここマスターすればうん、まあここだけでもまあ食っていけるし、まあそれを今あやさんがやってるようにコンテンツ販売していくっていうこともできますし、まあそれはお任せしますけど、これだけでもね300、400あやさん言ってるわけですから、うん、頑張ってほしいなと思います。そうですね、うん、はい、でしっかりとサポートもさせていただけますんで、わ、うん、分からないことがあったらすぐに、うん、すぐにというかまずは自分で調べて、はい、検索し Google 先生に聞いて、はい、Google エンジンを使って、はい、でそれでもできない場合、はい、あやエンジンを使って、あやエンジンあやエンジンねアヤエンジンがオーバーヒートすることはないんですか？大丈夫ですか？今までしてないんで、はい、おそらく大丈夫だと思います。はい、まあ、オーバーヒートしそうになったら僕のエンジン使っていただいて一緒にオーバーヒートしましょう。はい、まあこれ挨拶最初に入れればよかったですね。最初に挨拶を入れて、はい、いやだってここまで見てる人少なくないですか？あ、まあいいか。いや、それいい感じで編集する。いい感じ。いい感じ。最後の編集作業です。あ、そうですね。はい。はい、途端に嫌そうな声になっちゃうね。はい、ということで終わりたいと思います。じゃあ頑張っていきましょう。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。いやシンプルゲームですね。あ、面白い面白い。あ、やべ。やべ。あ、壊れた。難しいわ。これちょっと結構案外難しいですね。これ風船1と2じゃまた軌道が変わる。そうそうそう。この感性が働いてる。